いっぱいのありがとうを込めて笑顔でお別れします。皆様が本当に大切にしてこられたぬいぐるみ、これをアジア、アフリカの子どもたち、今回はフィリピンの子どもたちに届けさせていただきます。お母様のご好意によりまして、もう数回送ってはおるんですけれども、社長さんも実際に行ってくださいました。その子どもたちは本当にですね、こういう人形を買うことはまず無理です。いろんな勉強道具や服も十分に買うことができない子どもたちなんです。この人形をもらってですね、宝物のように皆さんが同じようにね、可愛がって本当に愛着を持って接してくださった人形を大切に扱ってくれると思います。